ちょっとで完成。うわっ、あーあー悔しい。先輩さんもゲーム好きなんよね。そうなんだけど、一人用ゲームばっかで偏ってるからね。私も一回やってみたいな。なあ花ちゃん、なあなあ、私にも考えがあるで。あら、ニコニコしてどうしたの柳。 The next day。 花ちゃんはバイト？うん、行ってきます。行ってらっしゃい。では遊びに行きますか。 A few moments later。 ハロー。どうも、宇崎の妹の柳です。どうして？お母さんに聞いてんけど。キータンはバイト先のお店だけやから。お好きな席どうぞ。だっか、この人や。先輩さんに接客を。柳の接客は私に任されてるから。わざわざ来てくれたのに、熱いおしぼり出すの忘れてるぞ。あ、ひょっとしてあなたが花ちゃんの先輩さんですか？ちょっとお話ししませんか？先輩さん、今おいくつですか？21。妹さんは？中2です。そうや、先輩さんはよくゲームされるって聞いてたんですけど、私もゲームやるんですよね。まずい、話が弾み出した。まさかこの流れは。ファイナルアクエスター、テイルズ・ア・ポケット・アクソ・キャッター。序盤のクエストが薬草取りとかでさ、オープニングムービーがやたら長いんですよね。妹さんはあのゲーム。あ、先輩さん、妹さんとかそんな呼びにくいでしょ。じゃあ柳ちゃん。